埼玉県川口市、西福寺地蔵堂の脱エバー像脱エバー、中津市、遠竜寺脱エバーは、三津川で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼。脱エバー、小塚バー、聖塚バーウバガミ、ユーバーソンとも言う。多くの地獄絵図に登場する脱エバーは、胸元をはだけた要望怪異な老婆として描かれている。例えば、熊野関心十回漫洞に登場する脱エバーは、 国卒の鬼よりも大きい。日本の仏教では、人が死んだ後に最初に出会う冥界の管理が、ダーツエバーとされている。ダーツエバーは峠を戒めるために、盗人の両手の指を折り、亡者の衣服を剥ぎ取る。剥ぎ取った衣類は、剣用機なという牢屋の鬼によって、川のあぜに立つ、医療樹という大樹にかけられる。医療樹にかけた亡者の衣の重さにはそのものの、生前の孔が現れ、 衣がかけられた医療樹の枝のしなり具合で罪の重さが測られ、その重さによって死後の処遇を決めるとされる。経典での脱エバーの書出は中国の経典、仏説園羅王樹記四州、逆種七王城上土業をもとに日本で十二世紀末で成立した義教、仏説地蔵菩薩発信因縁連王行である。仏説園羅王樹記四州、逆舟七往生上土業は 日本に昇平された中国像によって10世紀には説かれており、ホッケ元気には、ダツエバーと同様の役目を持つ、バーの鬼という記女が登場することから、ダツエバーの原型は、地蔵獣王業成立以前から存在していたと考えられる。ダツエバーは、鎌倉時代以降、説教や絵時の定番の登場人物となり、服がない亡者は、身の皮を剥がれる。 サンズ川の私賃である六分線を持たずにやってきた、猛者の衣服を剥ぎ取るなど、様々な設定や解説が付け加えられた。近世には、ダツエバーは、エンマダ用の妻であるという説も現れる。時代とともに、ダツエバーが、クローズアップされるのに対し、ケンイオキナは、影が薄くなり、全く登場しない話も多い。江戸時代末期には、民間信仰の対象とされ、 ダツエバーを祀ったお堂などが混流された。民間信仰におけるダツエバーは、薬病除けや、咳止め、特に子供の百日咳に、効き目があると言われた。東京都世田谷区の総延寺、新宿区の小樹院がダツエバーを祀る寺として知られる。小樹院のダツエバー村は、咳が治ると綿が奉納され、像に綿が被せられたことから、綿のおばあさん、綿のおばばなどとも呼ばれた。 柳田国夫は妹の力の中で脱エバー信仰は日本に古くからあった奪神信仰が集合変化したものと考察している。ありがとうございます。